まあ正直言って、まあ勝つとは思って行ったんですけど、何まあ事務所の中で、まあ宛名を書いたりとか、はがきの宛名を書いたりとか、チラシの折り込み、まあ折る作業をひたすらしたりとか、あとはまあ街頭演説の手伝いとか、そういうことをしてたんですけど、まあ、正直言ってその3万とか4万とか、そういうレベルの表には絶対ならないだろうと確信していたので、そうなんだ。てか、せめて8万ぐらい行くだろう、当たり前に行くだろうと思ってました。で、3万っていう数がショックだった、まず。で、負けた原因についてなんですけど、その LGBT を相手に LGBT の政策を掲げてやる選挙はもうできないなと思いました。っていうのは、自分が、まあ、石坂渉さんの応援もしていたんですけれど、全くまあ今回も似たようなやり方で LGBT とかマイノリティってことを前面に出して戦うやり方をしたわけなんですけれど、まあ、おつりさんに限らず、民主党のキムさんだったかな、なんかあのマイノリティということで障害者のことで出た人が今回全然票が集まらなくってっていうこともあって、なんだろうな、マイノリティってことを出して戦うっていうのは全然票にもつかないことなんだろうなってことを思いました。で、だからなんだろう、選挙に負けた原因っていうのはだから政策の問題だったのかなと思ってます。やり方を変えて LGBT に届くようなやり方をしたとしても、どれくらい増えるかは自分はちょっと疑問に思ってて、でそれとは別に、そのじゃあ LGBT のことに関して、そのおつりさんが原因になることとは別に考えて、その LGBT のなんだろう、可視化とか運動とかのことについて考えたときには、すごく一つこれが言いたいのは、自分が事務所の中に、まあ、ほとんど唯一のトランスジェンダーだったっていうことなんです。っていうのは、 LGBT と言っていても、その街頭演説でもイベントにもトランスジェンダーはやってこなかったんです。で、選挙の当日に、まあ、GID の団体の人は、まあ、こう言っちゃっていいのかな、ネイリスにおつりさんのことを流すことも許可されなかったし、選挙の当日にサッカーの日記を書いてました、 GID の人たちは。まあ、人たちって言っちゃいけないな、まとめちゃいけないんですけど、すごいそれが悔しくてしょうがなくて、なんだよってずっとすごい根に持ってたら、昨日会ったら、なんか単純に情報が来てなかったり、知らなかったりしただけで、別に悪意があったわけじゃないんだけど、全然つながり、本当に単純にすごくつながれてなかったんだなって思って。まあ、その辺、その選挙の勝ち負けと関係なかったかもしれないけれど、ちょっと気になった点ではありました。GID なの？あ、GIB です。気になったのは GID なの？てか、別になんかその GID の人全てとかそういうカテゴリーの話ではなくて、単純に団体とかサークルとか活動してる人たちの話、明らかに違うんだって言いたかった団体の人もいれば、単純に知らなかった、無邪気にサッカーの日記を書いてしまった人もいた。書いてしまったと。まあ、そのボランティアでも来たかったけど仕事に行けなかった人ももちろんいたし、もう全員が全員ってわけでも全くないけれど、傾向としてそんな感じでした。僕も、まあ、この中の多数派を占めております石坂渉の方からの引き続き型のまあまあボランティアの人間なんですけれども、で今回のまあ敗因として、まあ2つ思ったんですけども、まあ、1つ目は、まず選挙の運動のターゲットをその特定の層 LGBT っていうところに絞りすぎたっていうのが、まずこれはずっと思っていたことで、まあ、それは時間的制約が多いから、あのいろんなところに広げる時間がないので、あえてそこにしたんだっていう話では、聞いてるんですけれども、にしてはその LGBT の中でも随分こう切り捨てた層がいっぱいある気がするんですよ。例えばスコタンみたいなところっていうのは、もうスコタンのスの字も聞いたことがないし、だからそこに結びつく努力をした上で拒まれたのか、それとも最初から眼中になかったのかが、まあ、ちょっと気になってるところ でもし後者であるとするならば、おつじさんがいつも言ってる、私は人をつなぐのが仕事なんですっていうのも、ちょっと空虚な感じがして、嘘っぽい感じがするな、私の好きな人がつなぐんですってことなのかなってことは思ってしまうことがあって、あと2丁目とかクラブイベントに集まる人たちとか、バディ読者とかっていったある程度可視化されている、まあ、ゲイの人たちとかにも偏っている感じはして、クラブのキャンペーンであるとか、そのドラッグ的なセンスの宣伝素材みたいなものとかっていうのも作ったんだけども、そこに該当しない人から見ると、あ、自分は相手にされてないんだな、あ、関係ないものなんだなってことを思わせたかもしれないっていうふうなことは、思います。あともう一つは、
アカデミズム的な見地の方から欧米型のリブみたいな感じの、進め方を結構してきた感じで、そのカミングアウトをまず前提としているっていうような形っていうのは、その日本の現状、その国民性っていうかにそぐった形での選挙だったかどうかっていうのはちょっと疑問だと思うんですよ。で、日本人の場合はそこまで言われてしまうと結構苦が勝ちすぎるっていうか、だったらちょっと俺はダメだなと思う人も出てくるだろうし、日本人の場合はとりあえず、まあね、トランスとかの人は別なんだけども、ゲイとかレズビアンっていうのは黙ってればなんとなく生きていけるっていう現状があるし、あの絶望的なところにまでまだ至っていないので、まあ多少不自由なところはあるんだけれども、でも不自由っていうのはみんなそれぞれゲイとかじゃなくても、あの会社員であればいろんな残業とかを残業代なしでやったりとかっていう部分の、あの、ね、不自由さはあるんだけども、でもまあそれはまあみんなやってるから我慢するべきことかなっていうふうにやっぱり思ってしまうのは結構日本人の国民性じゃないかと思うんですよ。最近の年金にしたって、他の国に行ったらあんなもん暴動起きても普通だっていうふうに言われてても、日本人はまあ嫌だなと思いながらもまあいいダクダクとっていうふうな部分があって、だからあんまりその欧米型の形を持ってきてそこにはめ込めって言われても、やっぱりそこまでの変革を望んでいるのかどうかっていうのは、まあ自分も日本人ですからちょっとそれは思うなっていうのがあるんですよ。で、小津さんの場合はやっぱりその辺のところに意識が向いてしまっているんで、その自分と同じようなタイプの人がもっと潜在的にいっぱいいるんだっていうふうなことを過信していた気がして、だからその人間に訴えかければ当選ラインに行くぐらいの人間は多分出てくるだろうっていうふうに思い込みが過ぎた感じがして、で実際問題として当事者側、一般側、あるいはマスコミなんかを見ても、いわゆるその意識の高い人たちっていうような人の賛同はいっぱいだと思うんだけども、それではやっぱりどうしても得票数には限りがあるし、だからそれ以外の人に向けてのその従来の日本人が、あ、これが選挙だと思うようなやり方っていうのを否定してしまっていたからじゃないかなっていうのはやっぱり見てて思った。例えばあの選挙のあのポスター、テコンドーのポスターにしても、あれ貼ってあって、あ、選挙ポスターだと思った人が何人いるかなっていうのが正直、あ、なんか武道大会あるのかなっていうふうに思った人もいるんじゃないのかなってことは思って、やっぱり選挙ってある程度こう保守的な感じで、やっぱりアップの写真があってニコッと笑った写真で「お辻かな子」って書いてあった方が、あ、選挙の やってるんだっていうふうに思って、世間的には思ってくれるんじゃないのかなっていうのは、うん、思ったりしました。でやっぱりそういった自分たちの立ち位置というものをちょっと大きく思いすぎているっていうふうなのが、あの90年代リブっていう呼ばれたようなものがあんまり一般層にまで広がらなかったっていうのと共通した理由であるような気がしました。そんな感じです。ちょっとわからないところもいくつかあるんですけど、まあ、90年代リブがどうだったかとか、うん、結構いろいろ論拠があると思うんですけど、うん、ちょっとすいません、じゃあざっと先に全員話させていただきます。